どうもトレインです。本日もワリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースはワリオスノーマウンテンの 150cc と、まあ、3位スタートだからまずしっかりアイテム取っていきたいね。さあジャンプアクションかましまして、右から3番目取っていきます。何が出てくる？バナさんか。バナさん熱いな。これはちょっとうまいこと走って前出ていきたいんだけど、どう？これ風取って前ちょっと詰めれるかな。ちょっとラインが崩れ気味だけど、ちょっとお前また風くんない？よしよし、風を取って一気に前に上がっていきます。で2位についたね。まあ、2位のポジション全然悪くないからこのまま走っていきますか。さあちょっとコイン余らせてほしいんだけど、全部回収されていきますね。よいしょ。コイン回収することでね、マシンのスピードが上がっていくんですけども、持ってないとねスピード遅いままになっちゃうので、ちょい弱いかなって感じなんですよね。お、早とげぞ。とりあえず1個投げときまして、めっちゃ速いな。まあ、譲られ、こんだけ距離空いてたらさすがに譲ってこないとは思うけど、やばい、とげぞに引かれたくないんで、アウトの方でしっかりと避けていきます。ぴょんぴょんと。さあ1位が、食らっていきまして、よいしょ、1位に躍り出ていくと。オッケーオッケーオッケー。でもう防御2つあるんでだいぶ強いといったところなんだけど、やばい、ちょっと待ってね、ちょっと落ち着いてね。よしよしよし、なんとかミスらずに走っていったけど、後ろがね、なんか今キロニカなんか持ってた気がするから、ちょっと警戒しつつ走っていきたいね。さあジャンプアクションかましてコイン取っていきます。まああとそうだな、なんか変なタイミングでサンダーとかトゲゾウが降らない限りはなんとかごまかせそうな気がするんだけど、よいしょ、ドリフト入れて、これ赤コール消したいな。うっ、よし消していく。ここ結構消しやすいな。ワリスノ、ワリスノの消しやすさ半端ないかも。あ、違うんだよ、撮るんじゃなくて録画したかったんだよあー、ちょっと待って、変なとこで降ったんだけど、サンダーが。ちょ、これやばくない？やばい、緑コーラ飛んできたら危ない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 。これ右端で避けて、お前やばい、ちょっと待って、そのタイミングマジでやばい。終わったかこれ。あー、踏まないでよ、もうちょっと、ごめん、分かった、お前の赤コーラだけは与えてくれ。いやー、もうあーもうグライダーのもんでね、落とされるともうどうしようもないんだよね、これ本当にはい、本日もよろしくお願いしますさあ第2レース目は、レインボーロード。ちょっとね、さっきサンダー落とされて赤コーラまでねぶち投げられたから、次こそは1位走ってね、なんやかんや見せていきたいね。さあここはよいしょ、 UMT をしっかりと貯めていきまして、グワンゴリとね伸ばしていきます。さあ後ろからキノコの民がいらっしゃるんで、1人剥がしていきまして、アイデアを割っていきます。2割だからさ、結構いいアイデア出るんじゃない？おー強いな。で1位の民が俺になってるかな、多分右側から湧いてくるんじゃないかな。これやべ、後ろがブーメラン持ってるんで、これはちょっと攻撃していきまして、後ろをねドーンと剥がしていきます。これうまいね、俺こう結構離れたじゃん全部ブーメラン、ブーメランじゃないな、赤コーラのバックスナが刺さったっぽいね。これ熱いな。とりあえず表ボム編にしときますが、まあ、おそらくこんだけ距離空いてるとね後ろに当たることないので、まあ様子見って感じかな。さあグライダーでガンコリと伸ばしまして、トゲゾー飛んできてるな。もうちょっと、いやこれも逆にさ、ボム兵ほじって後ろが近づいてきたらボム兵置いた方がねおそらく強いんじゃないかな、そんな気がするんで、ここほじりますよ。これも強いよ。これ見ときや、これ後ろが上がってきてるから置くだけ。こう置いたらもう誰も来れない。はい、オッケーやっぱこういうね起点の利かせ方大事だね。さあコインしっかり回収し散らかしまして、イカスミは大丈夫。さあインしっかりついて、まあ、なんとか1位走れてるね。トゲゾウ一発の割にはって感じ。さあ赤コーラが飛んできた、ちょっとここで投げてくるってことは、おっと、あたあたあた。さあボムを置いてしっかりと防いでいきます。危ねえマジで。いやちょっと待って、2発目早いんだけど、トゲゾウもう飛んできたんだけど、何個飛んでくるつもりマジでやめてくれ。よいしょ、ジャンプアクションかまして、ちょっとねいらんことしないように。あ、これちょっとダッシュボード前で乗りたいよ。よいしょ、乗って加速して、オッケー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 、悪くない悪くない悪くない。さあちょっと後ろが近いんでバナナつけておきまして、後ろはなんだ、赤コーラで死んでる。よし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 、熱い熱い熱い。バナナ置きまして、もういいんじゃない、いけるいけるいける。トゲゾウ2発も耐えきる男トレイン、これは強いですよ。さあイカスミちょい消し気味に行きまして、ちょっと赤コーラ飛んできて嫌なんでケツつけておきまして、よっしゃー、トゲゾウ2発耐えた。オッケー、チーシャーオッケー。はい、では次のレース行きましょう。さあ第3レースはネイチャーロード。さあアイテム取って、おっとミドさん取ったね。さあ君たち譲らないと死ぬよ。さあ譲んないと死ぬよ。いいのかい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 いのかい。風取って、うまい、あーお前嘘やん、押された、マジか。
それちょっと大誤算ですね。どうしよっかな。とりあえず5位に踊りで散らかしまして、とりあえず1人剥いでいきまして、まあこれ剥いだ理由はコインが欲しいからですね。やっぱここ前でコイン回収しておかないと後々しんどくなるんで、やはりね回収しておかないとまずいって状況を。さあ4、とりあえず4枚回収して、前出ていきますか。そうだね、これどうしようかな。1人剥がしとくか。あ、やべ、よしよしよし。やっぱね敵が少ない方が楽なんで。危ない危ない危ない。どうしよっかな。さあコイン取り散らかしまして、赤コーラ飛んできてるからしっかりと消していきまして、さあ赤コーラブーメランで死んでる民がいらっしゃる。やばい、後ろがミドさん持ってる。終わったかこれ。いやー、ちょっとそのバナナ見えなすぎ。とりあえずなんやかんや走っていきまして、3位にはついてるな。さあ、あとはこれ周りの展開次第ではなんとか上がれそうって感じなんだけど、さあコイン取って、コイン取って出てないけど、とりあえずショートカットしていきまして、赤コーラはしっかりと防いでいきます。うわー、赤さんじゃんこれ、やば。とりあえず後ろしばき、しばいてないね。うわー、消せて、消して、危ない危ない危ない。なんとか守ったけど、これまた前が離れちゃったな。これちょっと困ったもんですね。さあトゲゾウが飛んできた。熱い熱い熱い。これはもうインつくか。なんかトゲゾウとかに当たったら嫌なんでね。さあバナナつけて、さあここは UMT グライダーで一気に伸ばしていきましょう。ぶねー、なんとか耐えた。ただちょっと待て、おいおい、トゲゾウ食らったやつがちょトゲ回避してるんだけど、それどういうこと。そんな運ある。ちょっと待って、あいつらに追いつかん。いやー、待って待って待って。さあジャンプアクションして回避していきますが、なんとか3位を守っていきたいよ。さあ赤コーラしっかり守りに使っていきまして、ジャンプアクションして、これ後ろが敵いなくていい方がいいんで、やばい、ちょっと当たったけど、なんとか3位を守ってきた。いやー、あのサンダーで回避してるの強いなまあね、3位はしっかり取れたんでね、 OK でしょう。はい、では次のレース行きましょう。さあ4レース目は、チーズランド。このコースは打開と言いまして、下の順位から、強いアイテムを持って一気にね上位に上がっていく戦法が強いので、そちらやっていこうと思います。さあキノコ交換して、よいしょ、テレサじゃないな、あのコイン、よし、しっかりと取っていきます。さあこの2枚落としてコインもしっかりと取って、そうだね、まあ割と前行ってくれてる人が多いから、ちょっと待って、赤コーラ投げないでよさあなんかみんな落としてるから、そのねもらいコインしていきまして、そうだね、ここら辺で多分キラーとか出るかな。あー、出たけどちょっと使うしかないなこれ。まあ、本当はまあキラー出て嬉しいところなんだけど、ちょっと出るタイミングが悪かった。これ裏とかにキラー出てくれてたらね結構ありがたかったんだけど、さあここちょっとアウトからグワンゴリと回っていきまして、あーちょっとキラー売り切れてないことを祈るばかりだなこれは。よいしょ、さあ引いて引いて、やばいなこれ。うわー、これ大丈夫かな、キラー売り切れてそう売り切れてるかな。おーっと、引いた引いた引いたけど、ちょっとここでサンダー降ってくれたら熱いんだけど、どうかな。サンダー降ってくれないかな。いやー、降ってくれないならこのまま、あー、そのボム何マジできちー。ただこのあれだね、なんていうの、守っていきたいから。サンダーある、これ。サンダー前の人、前の人サンダーですね。これ終わりましたね僕回避できないですね、ギンギン持ってるんで。さあ打っていただきまして、さあこっからちょっと強いアイテムを引きたいところではあるんだけど、いやー、弱い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 ですよこれ。とりあえずスター入れて、多分もうキラーはあの期待できないから、さあこのまま走っていきますか。ちょっとここでキノさん引いたら熱いけど、どう、引いてくれる、よし、引いてくれるなら行こう。さあグワーッと、テン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 、なんでー、お前なんでそんな、おどーっとにバナナあるなんて誰も思わんやろ。そう、やばい、しかも前がボム兵なんですけど、まぶついんですけど、ミドさんなんですけど、当たりたくないんですけど、とりあえず当たんないようにごまかしたけど、前がキノさんなんですけど、よいしょ、さあ使って、まあ、なんとか2位には戻ってくれたけど、あのバナナ何マジで誰が置いたんだよマジでまあ今とりあえずね、打開し使いとね決めれてきたんでね、シャー、次レース行きましょうさあ第5レース目は平方鉱山。さあまずアイテム取って、何が出てくれるか、コインか。コインはまっすぐ使っていきますか。さあしっかりとインついて、 UMT をしっかりと貯めていきます。お、なんか後ろ若干押し合ったかなんかで、なんかちょっと前出れてるの美味しいね。さあジャンプアクションかまして、さあジャンプジャンプ、ここジャンプすることでね、なんて言うんだろう、水流、やばい、水流のねなんか流れに逆らっていくのを無効化できるんで、まあ、結果的に速く走れるみたいなあれがあります。でなんで、まあ登ってる時はね積極的にジャンプしてもらいたいと思います。さあここにスク行きますか。よいしょ、いけるかな。あー、もうなんか最近決まんないんだよなマジで。
また変な自分のクソミステリー順位落としてしまいましたがどうしよっかな。こっからどうやったら、あ、危ない危ないって分かってて当たっちゃうやつね。とりあえず9位ぐらいまでアイテム割りたいんだけど、あー、なんか後ろがぐだってたかなんかで取れずにいる。まあでも全然順位的には悪くないな。これ9位で割って、まあ、強いアイテムを引いて上に上がっていきたいですね。サーカーコーラは俺じゃない。さあここ絶対9位割りしたいんで、ちょっとねゆっくりめに走っていきます。よいしょ。さあここで強いね、強い。ちょっと待って、その赤コーラはやばいんでしつけて消していきまして、よいしょ。さあちょっと緑コーラが見えたから怖いんだけど、まあそのまま走っていきますか。さあジャンパッチをかまして、よいしょ、スター入れて一気にね上に上がっていきます。さあ押さないでくれ。とりあえずここインついて、うわー、裏赤さんか。それちょっと微妙だな、だいぶ。これどうしようかな多分赤さん使わないと思うんだよね、これ、このレース。なんでか言うたら、まあ、赤さん多分赤さんでやりに行くよりね、ショートカットでね抜かした方が絶対強いんだよね、これ。さあ土下座飛んできた。さあジャンプかまして、やばい、緑コーラ飛んできてる、危ない。うわー、しかも後ろ赤コーラ引いてる。終わったー、秒で投げられていく。ただまだなんとかなりそう。ちょっと待って、また後ろ赤コーラ持ってるんだけど、それはやばくない。そろそろ使うか、そろそろ使っていきましょう。危ねえ、危ない。さあなんとか、よいしょ、ショートカットかましていきまして、よいしょ、さあごまかした、オケチよっしゃー、オケーボンミスもね、産んでカバーすればオッケーなんですよ、シャーはい、では次のレース行きましょう。さあ6レース目はワリオスタジアム。ちょっとね、さっきはねだいぶまあごまかしで1位取ったから、次こそはねなんかがっつり逃げ切って1位取りたいね。さあジャンプアクションかまして、赤コーラは投げられてね、とりあえず置いといたろ。あー、なんだ、インついてこないのかまあいいわ。さあダブル取り散らかしまして、コインはすぐ使っていこうかな。やっぱマシンのスピードを上げて、まあ、なるべくね少しでも早く逃げ切るっていうことを意識した方がいいのかなと思っております。よいしょ。さあバナナはここら辺に置いておこうかな。さあジャンプアクションかましまくって、まあこのコインはもう10枚余ってるんで、テレサに取られなんだろうテレサに緑コーラを取られないように、表のコインにこんな風にね、しておけば取られないんでオールオッケーと。さああとはインついて逃げ切っていきたいんだけど、俺が1位走ると大体すぐに映像が飛んでくるのは、なんかね直してほしいところであるんだけども。さあここ食らって、食らう場所ちょっと悪いよ、食らう場所ちょっと悪いけど、とりあえず後ろ投げ散らかしておきまして、あ、やべこれまずいんじゃない。おお、ありがとう、バナナなんとか出てくる、助かって命からがら耐えてる。ただちょっともう防御がないんで、後ろに赤コーラぶん投げられたらきついんだけども、これ消えるかな、これはもう自分でバナナ当たりに行くか。ちょっとだいぶ近づいちゃったな、余計なことしちゃった感じはするけど、クラクション引いた、後ろが何持ってるかで対応決めたいんだけど、赤コーラで、ちょっと待って、前がボム兵持ってんな、それまずくない、どうしようかな。さあ赤コーラぶん投げられた、これ消していきます。ちょっと待って、絶対ボム兵置いてくる。あ、取られてるわ、かわいそうになんとか助かった。さあ映像2発目を、なんだろう、相手が食らってくれまして、さあジャンプアクションで、ただ後ろがねキノコも、あ、なんか事故ってるっぽい。よしオッケー。さあこれどうしよっかな、まあ後ろ投げちゃおうっと、当たってないが、まあ警戒はしてくれてるはず。さあ赤コーラ飛んできた、さっきケツでしっかり防ぐけど、ちょ、赤にやめてなって思ったけど、それは届かないからオロッケーと、よっしゃー、オッケー、チーシャーケー。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。